F650GS ね、ラジエーターグラント今入れているところでございます。でここにあのブリードスクリューあるん でここにちょっとホースをつければね、でこうビー出てくるじゃないですか。それでちょっとはい、でこう出てきたんでね、こう締めてはい、こういう感じですね。こうね上がってきてますよね。はい、でこれ締めて、であとエンジンか、上までね入れたらキャップ閉めて、でエンジンかけて、暖気して、まあ、ファンが回るぐらいまでがいいんですかね。まあ、サーモスタートは開けばいいんですよね。サーモスタートは開けばいいね。で、まあ、ちゃんとエンジン中までぐるぐる回るようにして、で止めて、で冷えてところでまたちょっと見て、問題なければ、まあ息が減ってるまたいいで、ちょっとね足してって、それで終了っていう感じですかね。あとの外見、また外装戻すと。ちょっとね、外装がね、外さないとできないので、そのあたりが。エアフィルターはいいんですかね？ちょっと話の中で、話なかったんですよ。エアフィルター、もし ここまで外してんだからね、エアフィルター、もし汚いんだったら変えた方がいいのかなと思いましたが、どうですかね？どうですかねって言ってもね、困っちゃいますよね。プラグとかね。前の方がほら、例えば、いついつやってますっていうね、なんか持って、ね、もう一であればね、うん、それが一番分かりやすくてね、それでも、あ、じゃあいいなっていう、やんなくてもいいや、あ、やってないや、じゃあ変えようとかね、なるんですけど、まあ、個人売買、もちろん、お店もそうなんですけど、結局お店でね、買ってくるじゃないですか、仕入れでね。そうすると、どういう内容なのか分かんない。大体記録簿なんかついてないですから、オートバイの場合は。だから分からないんですよ、どういう内容なのか。で結局そうすると消耗品みんな交換になっちゃうじゃないですか。仮にですよ、仮に、まあ、タイヤとか、ま、目で見て分かるようなものはいいんですよ。で製造年月とか入ってるじゃないですか、何週ね、何年の何週って。だからそれ見て、あ、交換したばっかりだとかね、分かるんで、それならいいんですけど、そうじゃないもの、油種類とか分からないんで、パッと見ではね、まあ、綺麗に見えても、もしかしたら変えずっと変え、ほらかなり前に変えてるかもしれない、エンジンオイルとか。でも走ってなきゃ綺麗じゃないですか。で、ブレーキオイルとか長時間が経つと汚くなってきますけど、チャラくなってきますけど、なので、まあそのあたりで、わからないから、結局じゃあ交換ってことになっちゃうじゃないですか。でも記録簿があったり、まあ、もしくはほら、お客様が乗ってて、で、メンテナンスも自分、お店でやってて、そうすると大体こうわかるじゃないですか。それだったら、次もね、販売するときにいついつこうやってます。で、交換だから不要ってことになるわけじゃないですか。そのあたりがいいんですよね。だから個人売買でも、だから前の方がね、ちゃんとそういう全部つけてある、まあ、ご自分でやった場合はご自分でつける、お店だったらお店のその明細がつくあるわけですから、それをね一緒につけて、あ、こういうこうやってやってますっていうことだと、次の方もね、非常に乗りやすいのかなと、うん、で前の方は、うん、特に名前やってないってなっちゃうと、でそれも個人売買で買いました、そうなると、うん、その前はどうだったのかなってなっちゃうと、やっぱりいろいろ変えなきゃいけないってことになりますよね。で変えなきゃ、じゃあ変えなくても、別に変えなくても乗れるんじゃないのって、別に、まあ、乗れるかもしれない、うん、乗るだけだったら、はい、ただね、なんかあると困りますからね。なので、そのあたりが分かるやつが一番いいですよね。だからお店でやったやつとか全部取っとくんですよ。だからやっぱりネットオークションでもそういうのって高くなるんですよ、やっぱりメンテナンスしてるとかそういうのは実際やっぱりそうなんですよ、うん、なんでね、そのあたりちょっともしあれでしたらつけてね、やっていただくと、実際何もやってないんだったら、まあ、つけようがないんで何もやってないね、それで、まあ、出すしかないんですけど、はい、まあ、そのあたりですね、ちょっと、愛情をかけた車両はね、やっぱり次の方も愛情ねかけてっていうか、まあ乗る方もね、ああこういう車両いいなと思ってやっぱり買ってね乗られると思うんで、はい、そんな感じですね。やってるわけでございます。はい、 F650GS なかなか、はい、車高低い、シート高低くていいんですよねこれね、うん、やっぱりダカールこうついね、やっぱダカールだなとか、あと GS でもアドベンチャーだなとか思うじゃないですか。でも実際乗ると、いやこれはちょっとっ
ていうね、うわ手ごわいとかね、うわでかすぎるとか重いとかなっちゃうんで、うん、やっぱり実際にね見たりとかまたがったりとか、あの、まあ、で試乗できるならね試乗したりして、アドベンチャー試乗怖いですよね倒しちゃったりしてね、 ね、 なね、そうすると大体わかるじゃないですか。で、ああやっぱりちょっと身の丈に合ってないかなとかね、やっぱりいいな、やっぱりねちょっと憧れるとかありますよね、アドベンチャーとかね。自分もやっぱ、ああいいよな、あやっぱりちょっとアドベンチャーの方がいいかなとか思いますもんね。ただやっぱりこう、うわーって感じですよね、うん、それを乗りこなすのがライターさんっていう方はいいですけど、なかなかねやっぱりちょっと怖い怖いですよね、あれね。なんでそれ考えると日本人にもやっぱり日本人の体格に合ってるんですよね、これ GS、 普通の GS はね、シード高もすごく低いですし、うん、なんでなかなかうちはいいじゃないかと思います。へへって、うん、思いますよやっぱり、うん、でなんか違うんですよね、これ前期型と後期型ってね、後ろのあのあれも違いますし、でなんかあれ違うと思って、結構違うとこいっぱいあって、それも面白いですね。だからそのあたりの整理とかね 見ながら、ああ面白いなってやってるわけでございます。どうも失礼します。